トロフィーのレーダーと模擬発射機トロフィーはイスラエルで開発されたアクティブ防護システムの一種である。装甲戦闘車両の装甲防護能力を増強することを目的に開発された。別名をアスプロ A とも言う。イスラエル国防軍での正式故障は、であり、ウィンドブレーカーの意となる。飛来したミサイルやロケットを散弾銃に似た弾幕で迎撃、破壊する。トロフィーは、 10年にわたる共同開発計画によって作り出された。提携した企業は、ラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズ社と、イスラエル・エアロ・スペース・インダストリーズの一員である、エルタ・グループである。2009年8月、一連のテストの後に、イスラエル国防軍の地上軍司令官はトロフィーが運用可能であると発表した。この兵器は2010年までに、 イスラエル気候軍団の全大隊に配備されている戦車へ装備されることが予定された。2011年3月1日、トロフィーはニール・オズの付近においてガザ地区からメルカバマーク4戦車の方に向けて発射された対戦車ミサイルを破壊することに成功した。MSNBC はアメリカ陸軍内にはトロフィー導入に対する抵抗があると報告した。 アメリカ国防総省は同様な並走システムであるクイックキル APS を開発するためにレーセオン社と契約を結んでいた。この計画は2011年より早期に準備ができるものではなかった。また、未だにこの計画が最終期限に間に合うよう正常に進行しているかについて言及は謝絶されている。しかし、トロフィーはすぐにも配備可能だった。 クイックキルは、イスラエルで開発途上にあった別種のアクティブ防護、システム、アイアンフィストにより類似していた。MSNBC の情報によると、トロフィーをその時点で導入しなかった理由は、レーセオン社の開発計画を取り下げるためだった。非営利団体の一つである IDA では、トロフィーとアイアンフィストを含む15種類の、アクティブ防護システムを分析しており、 トロフィーは最も優れていると評価した。2006年3月、ペンタゴンの試験官たちが、ダールグレーン海軍洋上戦センターでトロフィーを試験した。試験に携わった当局者が NBC に語ったことによれば、トロフィーは全ての状況で作動した。唯一の例外は一件のテストで生じ、トロフィーの遮断が RPG の頭部の代わりにビブを打った。しかし、 我々の評価基準に従えば、この装備は30点満点中30点だったとしている。アメリカ政府の関係当局は、アメリカ陸軍の行動について、すでに報告しており、レポートを提出した。それは、射撃管制装置の偏差標準システムを取りまとめる、陸軍と、ボーイング社が、利害の対立を避けるために規定に従うだろうと、結論するものだった。 冷戦音車の技術は熟成されていないものの、現用の車両に使用する、試作品は2009年までに配備可能であると、アメリカ陸軍は見積もった。アメリカ陸軍当局は、トロフィーの試験が非現実的であり、また、トロフィーの搭載により、防御や他の能力に遅延をもたらす恐れについて、懸念を表した。軍事オンラインサイトのドッドバズの情報によれば、 アメリカ合衆国は2010年にストライカー走行車を用いてトロフィーを試験している。2011年2月28日、トロフィーの製造者であるラファエル社は、この装備がアメリカにおいて成功理に評価を終了したと発表した。イスラエル国防軍に所属する一両のストライカー走行車がラファエル社の ABS であるトロフィーを装備し、 アメリカ国防長官の部局による6週間の試験と評価プログラムのもとで数種類のミサイルとロケット攻撃に持ちこたえた。2011年3月1日、一両のメルカバマーク4がガザ境界線付近に配置されており、この車両のトロフィーは事故に向かって放たれたミサイル攻撃を妨害した。これはトロフィーの運用上最初の成功となった。 2011年3月20日、イスラエル区域内に配置された一両のメルカバマーク4に向け、ガザ地区周辺のフェンス沿いからミサイルが撃たれた。この戦車はトロフィーを搭載しており、システムは発射を感知したものの、戦車にとって危険性はないと計算し、迎撃は生じなかった。システムは発射についての情報を通知し、戦車の搭乗員は発射の行われた方向へ、 打ち返した。ウラジュミール・コレンコフ博士は、2000年から2009年に、かけ、ロシアの国家的な統一企業である、ビソルトを率いており、彼は、イスラエルの戦車用アクティブ防護装置であるトロフィー、またそれと同様のシステムは、回避可能であると述べた。この企業の活動の一つには、現用兵器を撃破するために設計される、対戦車敵弾発射機の開発があった。 ウラジュミール・コレンコフ博士によれば、ロケット推進式的弾である RPG-30 は、戦車の迎撃装置を克服できるよう設計されている。世界にある、既存のアクティブ防護システムはすべて、同じアイデアを共有している。これは、近距離や長距離という幾種類かの距離において、レーダー照準を行うもので、目標撃破にあたっては、 爆発による場と破片流を作り出す弾頭が用いられる。こうしたシステムには共通の欠陥が存在する。機能のサイクルであり、例えば、システムが脅威に反応するまでの時間的間隔が上げられる。RPG-30 は容易にこうした防護システムを破るが、これには、本体弾頭の前により直径が小型の前方弾頭が加えられている。 この前方弾頭が迎撃状態に入った APS を騙す。偽の目標として作動することで、本体弾頭は前方弾頭にわずかに遅れて、後を追い、目標への障害のない経路を通過できる。APS が次の迎撃を開始するには0.2秒から0.4秒間の遅延を要し、停止する。この時間的間隔は、イスラエルのシステムを打破するに十分である。 と述べている。ありがとうございます。